ね、7月18日、夜のに、広島瀬戸内新聞ニュースでございます。まあ、引き続きですね、三原本郷参拝処分場の許可、取り消しを求める、署名にご協力、願い申し上げます。知事をね、着々と行為してまいりましょう。そして、ホームヘルパー国賠訴訟の公正な判決を求める署名にもご協力、願い申し上げます。本日もね、週明けということで、住民の皆さんね、参拝処分場周辺の住民の皆さんの、抗議行動がね、行われております。まあ、県に対してね、県の産業、廃棄物、県のね、廃棄物対策課の方にね、住民の皆さんが抗議をしております。まあ、許可取り消しとですね、処分場の土地買い上げを要求しております。県はね、監視指導をね、徹底というだけでね、はっきり言ってね、住民に対して説明もね、しておりません。説明会もしておりません。まあ、そもそもね、行政指導を受けてからもね、しばらく参拝の参入を続けたようなね、営業者に、じゃ監視指導だけで税制なんか期待する方がね、非現実的な話ですよ。うん。やっぱこれはもうね、許可をね、取り消してね、処分場の土地を買い上げると。ね、そこまでしないともう、ね、もうちょっと解決にね、つかないというふうに思いますしね。それからまあ全然まだね、説明会さえしてないと、汚染についてね、汚染水が出てるのはね、もうそれはね、裁判は続けるということでね。全くね、住民に寄り添わずにね、業者側に立ってね、牙を剥くということでね。もうまさにね、反県民的、ね、東京のね、参拝業者、東京のね、会社ね、JB 共同組合にね、読み方をしてね、県民に牙を剥くというね、まあほんとね、反県民的と、まあ売権度とも言えるね、そういうね、宇崎知事の姿勢、これをね、是正していくという意味でもガンガンね、もう、本当に、あれですよね、知事をね、包囲してね、行かなければいけないというふうにね、思います。三原はね、でね、まあ、ほんとね、控訴をね、してしまいましたけどね、控訴を取り下げてね、許可をね、取り消しを求め、ね、許可を取り消すということをね、今すぐにでもね、していきたいと、してもらいたいですよね。まあ、少しでも皆さんの不安や懸念が解消されるように取り組んでいきたいって言ったって、もう無理ですよ、もうね。うん。ほんとにね、監視指導をね、徹底したぐらいじゃね、難しいですね。引き続きね、署名の方ね、よろしくお願いいたします。そして、山本太郎が被災地視察をしてね、提言をしてしました。またね、今日からまたね、雨が降り出してね、秋田県方面、また大雨被害、あるいはね、北陸方面も含めてね、大雨災害、懸念されます。どうか皆さんお気をつけください。で、山本太郎はね、九州ですね、北部、久留米市の方をね、視察をしておりましてね、まあ、ほんと被災地にね、洗濯機、乾燥機、これはプッシュ型支援をしたらどうか。そして簡易トイレをということでね。ほんとね、気のままで避難した住民やね、垂直避難の住民がね、洗濯する場合もコインランドリーに出まなくてはいけないという状況がある。ところはもうね、被災して営業してないという状況があってね。あとね、避難所にね、洗濯機があれば助かりますよね、乾燥機とね。あるいは障害者、高齢者施設に対してもね、洗濯機、乾燥機ね、こういったものがあるとね、本当に便利です。そして簡易トイレね、泥かきに明け暮れるね、被災者、そしてね、NPO、ボランティアの方々もね、おっしゃる。もうトイレが使えないことがね、非常に厳しいですよね。公民館がね、ないようなところでね、やっぱり、ボランティアに、ね、行った経験も僕はありますけど、やっぱりね、トイレってね、結構ね、しんどいものありますよね。結構遠いところにあったりしてね。うん、あれはね、なんとかしてほしいね、うん。まあ、実際ね、ものすごい猛暑の時はね、ほんと、なかなかしょんべんも出なくてね、だから、トイレにね、行かなくて済んだってこともあるけど、それはね、またそれで問題でね、うん。そしたら熱中症でね、ぶっ倒れる元ですからね。あの時はそこまで熱中症対策もね、言われてなかった時代なんで。あれなんですかね。まあ案の定俺もね、ぶっ倒れたけどね。うん、まあ、あの時ね、ぶっ倒れた時助けてくれた人がね、また、かわい、被告から、受刑者が。からお金をもらったね、市会議員だったというね、まあ、因縁がありますけど、まあ、それは、ともかくですね、
もう本当ね、山本太郎ね、豪雨被害の、ね、現場何度もね、視察に、来ています。で、2018年にね、西日本豪雨の際はね、被災地を置き去りにしてね、カジノを優先した国会審議でね、政府に求めたいろんなことをね、対応を求めていますけど、なかなかね、根本的にはね、改善されていないという状況がね、あるのもね、これまたね、事実であります。まあ、ほんとね、ぜひね、これを機会にね、総理にはね、改善をしていただきたいんだけどさ、だけどね、もう肝心の総理がね、また、NATO じゃね、中東じゃとね、外遊ばっかりしててね、まあ、ね、日本国内全然ね、置き去りっていう状況になっててね、もう外座ばっかりよくしてね、まあ今朝も申し上げたらもう DV 親父みたいな状況ですよね。これをね、やっぱりひっくり返さないといけない。ね、県のね、レベルでもね、湯崎知事のようにね、東京の業者ばっかりの方を向いてね、県民にね、反県民的な、知事、ものをひっくり返す。ね、そしてね、また、外遊ばっかりしてね、そしてね、被災地置き去りのね、総理、国政もね、あれかともひっくり返す。そういったことをね、していかにはね、いけんということをね、本日もね、申し上げざるを得ない一日となりました。それではね、皆さん、明日以降もね、どこかでね、お会いしてまいりましょう。まあ、ほんとね、くれぐれもね、また秋田方面、あるいは北陸方面、また大雨ということも予想されますんでね、お気をつけいただければ幸いでございます。本当にね、特に秋田ね、何度かね、選挙の応援にも入らせていただきました。本当に、ね、ご無事をね、お祈り申し上げる次第でございます。福をお祈りして申し上げる次第でございます。それではね、皆さん、おやすみなさいませ。